Where is that?今日もたっぷり可愛がってやるぜ。どう皆さん、バツイチ39歳独身、人生積んでるなにわのヒムロックです。いつも本当にありがとうございます。早速抽選を受けましたところ、最悪な番号でした。まあこれでバーサス花火はアウトだと思いますんで、おそらく設定1だろうディスカウントを打ちたいと思います。今日はね、いつものお店に来てるんですけど、なんか交換率が変わるみたいで46枚貸しになってしまうんですよ、とうとう。ねえ、46枚貸しになったらあの現状からさらに悪化するんじゃないかと。まあ悪化はするんでしょうけども、交換率を変える今日は初日っていうことですから、せめて今日ぐらいはマクロスにも入るだろうなってことで抽選頑張ったんですけどね。まあね、まあディスクアップを打てってことでしょうね。最悪ディスクアップがもしも万が一満席でしたら、サンダー V リボルト打ったことないんですけど、あの辺やったら空いてんかな。間違ってもジャグラーは打たないんで、あんな赤ちゃんみたいな。まあ、人気機種は全部アウトでしょうし、パチンコはもう打てないんで、このお店は。そうなったらお店移動も視野に入れながら今日は立ち回りたいと思います。はい、というわけで現状はね、またひどくなるでしょうけどもね。ひどくなる、これ以上やめて本当に。せっかくコツコツ積み重ねてきてるのに、一撃で全部座れそうな気がしてならない。そんな今日この頃もうちょっと40歳迎える、積んでる。というわけで頑張ります。押す。さあ行くぞ。
1。
実戦終了ということで、お疲れ様でした。殺されましたね。ねえ、ほんと難しいっすよね。やっぱりね、まあでも今日は仕方ないかな。まず人が多かったんでね、狙い台じゃないものに座ったっていうところと、あとまあもう引きがね悪かったですね。まあ今からディスクアップね4000回5000回回したらどうなるかわからんすけど、まあ、設定はいつも通り1ですし、店内の状況ちょっとどうなんかなってとこあったんですけど、だけど花火も VS も多分1台ずつ入ってそうなんでね。まあ、それやったらもう自分が潰れなかった自分が全部悪いんでね、これはもう仕方ないっすわ。ねえ、前回花火の5積もれて今回 VS いけるやろ、いけるかなと思ってたんですけどね、やっぱり無理っすね。やっぱり無理か。やっぱり無理か。この前うまくいったから今日もうまくいくなんて、39に笑ってこんな甘い考え持ってるからこそ人生積んでる俺。ダメだ、お先真っ暗。朝手続きに行かないと酒井さん裁判所。ああ情けない。情けない。まあでもですね、
わずか400枚弱、350枚弱ですけども、やっぱり流すのって大事だと思うんですよ。あくまで1ヶ月トータルでね、プラスになるために少しの枚数でも流すっていうのがね、やっぱり大事なことだと思います。その積み重ねなんでね。ああ仕方ない。次回はまあいつものお店がね、交換率変更となりましたから、ちょっとね、もうディスクアップ以外はよっぽど強い根拠ないと難しいかもしれないですね。本当に特定日の時だけになっちゃうかもしれないですけどね。まあでもディスクアップは1ヶ月生活でやったようにプラス7000枚っていう数字叩き出してますし、頑張りたいと思いますんで、今後とも一つよろしくお願いします。今日疲れました。もう帰って明日に備えたいと思います、動画作りとね。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。すいません、情けなくて。よろしくお願いします。